ゴーストインザシェル、広角機動隊講座ですね。えー、このお話はですね、原作版、白ムネの漫画、広角機動隊を1ページごとに丁寧に解説していくということをまとめて、このセリフをですね、誰がどういうふうに言って、どんな意味なのかというのを解説しようと思います。セリフに入ります。なぜ今更シリコンの交渉など、今更のところに、えー、注意点が振ってます。 シリコンの交渉っていうのはなんで今更なのかというと、この右のページにニューロチップが書いてるからですね。すでにこの時代ですね、ニューロチップの時代に入ってしまったので、シリコンチップっていうのはもう古い技術なんですね。それに対してなんで今更こだわるんですかっていう質問から始まってます。なのでここでニューロチップがドンと書いてあって、シリコンっていうのはこの対比を見せたいからなんですけども、で、 えー、このセリフをやりとりしてるのは投資してるのは公安部ですけども話してるのはですね、ソ連極東通商代表部っていうですね、まあソ連の悪者と以後言います、えー。ソ連の極東通商代表部、極東とソ連が言う場合はですね、イコール北方領土のことです。えー、後にこの漫画の中に出てくるエトロフ島のですね、えー、日本と共同で開発している事業団の担当みたいなもんだと思ってください。えー、相当なですね、巨大な利権を操 もう一人はですね、日本政府の、えー、商務省ですね、えー。実在しません。まあまあまあ、財務省とかですね、大蔵省みたいなもんでしょうのです。時間。いわゆる、えー、行政官僚の中で一番偉い人とですね、あとは経団連の幹部、組合の幹部っていうのがですね、この三者がですね、秘密会議をしています。こいつがソ連の悪いやつ。こいつが、えー、商務省次官、ですね。こいつが、えー、経団連の偉い人。 です。で、こいつらが喋ってるんですけど、まあ何を言ってるのかよくわかんない。もう、めんどくさいですけど、解説します。シリコンの交渉などというのはもちろん。これね、えー、ソ連の悪者が聞いてるんですね。なんで日本国がシリコン交渉に興味持って援助するんですかって意味です。なんで日本はシリコンに援助するんですかというふうに聞くと。そうすると日本が返事してます。政府、日本政府がソ連の 分離独立を認めない方針に関与しない。どういう意味かというと、ソ連っていう国はですね、リトアニアとかですね、いろんな小さい国々を率いて、ソ連、ソビエト連邦という連邦国家を作ってるんですね。で、今もですね、例えばロシアになってからもですね、いきなりウクライナに武力侵攻して、かつてソ連であったところを取り戻すって言ってるところから分かるようにですね、基本的に分離独立を認めないというふうに言ってたんですね。で、おそらく日本はそれに対して、 ソ連さんよ。そういう人権侵害はいけませんぜと。あなたの国も国際国家なんだから、それぞれの衛生国家と言われる、そういう小さいですね、あの、チェコスロバキアみたいな国がですね、分離独立したいと言ったら、認めてやれよ。認めてやるという条件ならば、ソ連に、エトロフ島に経済援助もっとしてもいいよっていうような政府間約束はすでにあるという前提なんです。 そこまで見取らなきゃいけない。めんどくさいですね。<laughs> という前提でですね、お話が進んでいると。それをですね、見て見ぬふりをしましょう。えー、関与しないと保証できる。というのはそういうことですね。日本はしばらくの間、あなたの国のですね、小さい、えー、自分たちの衛星国家に分離独立させないというですね、多分その武力によって、もしくはいろんな経済によって圧力をかけるということに関して、これまでの日本みたいに、 いやいや、そんなことやっちゃいけません。それをやらないんだったら経済援助しますよっていうんではなくて、見て見ぬふりをしますよというふうなことを言い出してるわけですね。という約束が、いわば建前で我々の貿易とも矛盾します。第三国を経由します。結構というのは。でも、それを表立ってですね、いや、じゃあもう、あの、エトロフ島に我々経済、シリコン交渉に経済援助しますよっていうと、日本も対外的に、なんだろうな、あの、部が悪いというかですね、ちょっと格好が悪いと。なので、 第三国を経由する。つまり、全く別のちっちゃいですね、キューバみたいな国に援助したら、キューバが勝手にソ連に、えー、だろう、シリコンの交渉に援助したっていう,うな形にするっていうですね、マネーロンダリングみたいなことをするっていうふうに、えー、ソ連が約束したわけです、ね。なので、日本が結構と答えてます,す、えー。なので、分離を認めないっていうソ連のですね、 何でしょうね。極悪な方針って言うんですかこの場合、悪役っぽいセリフを日本国は、いやいや、なんか見逃しますよと言ってる。で、それのお金のやり方のやり方までここでごそ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 説明してると。さて、それを聞いている。ですね。えー、荒牧さんはですね、もうなんか正義の怒りに燃えてるわけですね。えー、このですね、第一エピソード、プロローグはですね、荒牧部長が主役の話です。 ここで出てくるですね、草薙元子っていうのはですね、重要なんだけども、脇役っていうのがどちらかっていうと、うんガンダムにおけるシャーみたいなものですね、えー。悪役なんだけども、悪役じゃないな、相手役なんだけど、超重要な役で、あくまで主役は、この荒牧部長の視点で進みます。で、えー、とですね、これあの、 まあ、いろいろ読み取り方があるんですけども、えー、なぜ今更シリコンの交渉というのは、さっきも出てきたようにですね、えー、ニューロチップの時代だと、な,なぜ今更シリコンという、まるで石炭のような古い資源にこだわるのか、誰がこだわって誰が不思議だっているのかというと、ソ連のその悪者ですね。で、 えー、一応ここまでの流れを説明したので、え、ソ連への直接援助ではなくて、日本は第三国に投資して、第三国がソ連に勝手に投資したという形で、あなたの国にお金を振り込みますというところでですね、悪者同士の話がつきました。